会でドッキリアスカさん仕掛けてくれたことあった。幻の企画ね、はい、よくマネージャーさんが OK だと思いました。思いながら DM しよっか。結構失礼ですよ。そうじゃないの。皆さんおはようございます、こんばんは、こんにちは、木島あすかです。あすかさんちです。はい、というわけで、ええ、うわなんか目の前にモニターが用意されてるんですが、これ何ですか。あすかさんちもうすぐ3周年なんです。おお早い。今まで、あすかさんが仕掛けになったドッキリっていうのはなかったわけです。なんかやりたいなと考えてたけど、あれ私の新年会でドッキリアスカさん仕掛けてくれたことあった。幻の企画ね、はい、実はね、2023年始まってすぐ、ね、すぐですよね、でしたね、はい、私の一番こうお仕事で近い存在であるマネージャーさんにドッキリを仕掛けようってなったわけですよ。でもう9ヶ月も経ってて、なんでその動画が上がってないかというちょっといろいろあるんですけれどもありましたね、そういえば。ありました。でももうせっかく3周年なんで、自己映像として一緒に見届けようじゃないかと。供養するってこと？そう。なるほど。はい。ということでちょっと見ていきたいと。おー、あ、そのモニタリング用のモニターなの。そうです。なるほど、了解です。はい。よくマネージャーさんが OK だと思いました。アスカさんね、はい、この後、はい、あのチームで新年会あるんですけど、はい、あげますよね。じゃあそこで、いつもお世話になってるマネージャーさんのドッキリを仕掛けられないか。いつも仕掛けられてる側だからな。そうですよね、はい、よく考えたらマネージャーさんには木島さんにドッキリしますのでってことだけ伝えてるんですね。あ、そうなんだ。向こうは一応ふむふむって思ってる。そうだったんだ。そう、一応マネージャーさんにはそういう手で話してる。話してます。スタッフ羽渕と鈴木が揉めるって話してる。ああ、なるほどな。羽渕がいや木島さんに失礼な質問してんじゃねえよって言って殴るって話してる。ああ、もう今これウキウキの時だった。ウキウキの時、逆ドッキリってやつですね。そうですね。今回のドッキリはもしも木島明日香がガチギレしてスタッフをビール瓶で殴ったらマネージャーはちゃんと止めてくれるのかっていう。ビール瓶？割れる瓶っていうのがあるんですよ、飴細工でできた。はいはい、あ、なんかドラマとかで使われるやつ。そう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 、はい、それを、明日香さんそばに置いとくんで、うん、タイミングを見て、失礼な発言をするスタッフに向けてこうやると。やばっ。スタッフもあの、はい、鈴木といって普段お酒が飲まない飲めない、はいはい、鈴木さんなんで、はい、スタッフは失礼なこと言うし、あすかさんは怒っちゃうしっていうので、うん、木島明日香がガチ切れしたら止めるのかどうかっていう。あ、止めるんじゃないですか。さすがにね、ビール瓶でしょ。止めない人います。あ、じゃあアスカ、ほんまに本当に落ち着いて絶対言うと思います。ちゃんとそのビール瓶って分かります？本当のビール瓶で殴っちゃった。本当にこれ本当にやばいから。って犯罪者ですよ。ガチビール瓶だった。確かに、はい、でもね、あのラベルがついてないんですよね。あ、ついてないんだ。そう、あ、じゃあ分かる。明らかに軽いしラベルついてないしっていうので中も入ってないってことですよ、うん、私どれぐらい切れるんですか？ちょっと流れだけ説明しますね。最初ちょっと雑談でちょっと温まってきたら、まあ、そのトークコーナー的な感じで、普段まあ聞けない話を、我々制作チームからアスカさんにしようみたいなことを言い出します。はい、でそこからその鈴木さんが木島さんを目の前にして失礼なことを言っていくことに対して嬉しそうなんだよっていう。なるほどなるほど。ことを言ってもらいたい。私いつもドッキリ仕掛けるとき怒る人なんですよね。前もなんかドッキリグランプリ怒る人だったんですけど。そうですよね。今回はリアルに。うん。わー、楽しみだな。明日
ですね。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。乾杯。これガチ新年会やからね。高い、8000円。木島さんにギリギリの質問をしようっていうやつを我々はちょっと募ったんですけど、それをね、ちょっと質問しようかなっていうやつ。あ、今ですか？あ、そうそう、今から。そういえばカメラが回ってましたね。1問目、これ私からの質問。木島さん、最近気づいたんですけど、うん、ぼーっとしてるようですごい周りを見ている。ちゃんとその観察してる中で、このスタッフなかったわっていう業界のスタッフはいますか？あ、なかったわ。あ、スタッフさんで、なんかプライベートに踏み込んでくるとか。わお、やってる子いるの？あ、そう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 、一緒に男と住んでんじゃないのとか。そう、そんなこと言う人いないですけど。そこまではいない。まだそっち系ですよね。でも普通に連絡先聞かれたりとかさ、今度ご飯行こうよみたいな、こっそりみたいなとかさ。ありそう、ありそう。ないですよ。スタッフさんですよね。スタッフ。でも、DM とかで、今日ご一緒したカメラマンなんですけど。あー、リアル。カメラマンですけど、ですけどの後は何なの？ですけど。確かに。鈴木さん、こんなんじゃないんですよ。いや、ほんとそうです。皆さん、頑張ってるんです。あと気になる。よかったら僕もエーペックスと一緒にやりませんかとか、よかったら LINE 交換しませんかとか、まあ、たまにある。確かに、エーペックスやってるんではありそうだな。まあ、エーペックスは誘いやすい。一番そうですよね。誘いやすい、誘いやすい。誘いやすい。でも女の子にあんま思わないですけどね。なんか下心がある男性っていうのを感じ取ってしまったけど、ちょっと無理。しかも男側はいつでも。ほとんど。確かに。そうなんですか。うん、そう。本当ですか。アスカちゃんはちょっとこう気を許しがちやから、あ、俺もいけんちゃうってこう入り込もうとする。そういう風に見えます。そういう風に見えるね。え、そう、失礼なこと言ってるわ。頑張って。鈴木さん、これなんか仕掛けてるって思いながらも、なんか鈴木さんが頑張ってる、どうしようみたいな、なんかちょっとそういう気持ちなんですこの時。あれ、もしかして違うかなって思いながら、いや、まあでも今目あったなとか思いながら、濡れた瞳で見られてるなんて。あれ、何それ DM ショッカー。そういう風に見られてんですかね。そんなちょろく DM してくる人ってそういう感じなんですかね。そんな鈴木さんからの、あら、何言ったっけな。何言ったっけ。自分で言ったんでしょうね。あ、すごいぶしつけな文章です。また今度どうでした。ショックでした。あれはファン、ショックでしたって何。ファン減ったんじゃないですか。パパですか。アベマでワタコンやろうが、アスカさんちで俺とワタコンやろうが、どっちもワタコンとしてやれるから、別に俺でもよかったんちゃうかなと思いながら。ワタコンのコンセプト覚えてます。あ、ミスったなって。いや、芸能人同士やから。でも俺もフォロワー500人は超えてるし、インフルエンサーとしてはギリいけるかなって。結構いっちゃってますね、思想で。一回ちょっとイメージしてみて、そのワタコン、今回やったワタコン、はい、じゃあちょっとアスカさん家に切り替えて、はい、鈴木とやってみるか。どう、最後泣けてる。最後泣けてるでしょ。泣けないですね。え、飲んでます。え、飲んでます。全然飲んでなかった。いつものアスカさんち。飲んでますよ。あんなごくごく飲んで。こんなんじゃないですよ、鈴木さん。本当に。もうすんごい頑張ってんの、本当に。カニカマやろ。カニカマがないからな。カニカマ与えとけば。カニカマ与えとけばいける人よね。結婚した後も。カニカマ与えとけば。結構失礼ですよ。そうじゃないの。ちょっと今言い過ぎたかな。いや、申し訳ないです。
事故発生の便が。あーどうしよう。ちょっと鈴木さんめっちゃ頑張ってくれてた、待ってたのに。失礼だった。いい感じ、失礼だった。めちゃ、もうどこまで失礼にせな殴ってくれんのかなって思って。いや、なんか一応決めれたんですよ、ね。確かにそうなんですよ。あべちゃんと、はい、あの飲みすぎですよっていうのがワードとして、はいはいはい、そうなったらあの殴っていい話になってて、うん、はい、なったんですけど、ちょっと私もなんかちょっと怒るスイッチ入れると、なるほど、ね、入れるの送りそうです、ね、そういうことだったし、はい、勢いで行こうと思ったら勢いごめんなさい、大丈夫ですか。僕は全然大丈夫ですよ。これどういう雨でしょ。思ったより柔らかかった。柔らかいですね。そうですかね。これもう一個あるんで、あすかさん、じゃあちょっと記念に一回ちょっとさっきのセリフ言います。やっぱ俺でもワンチャンモデルとカニカマ与えといたらやれると思う。どえなどえなどえな。全然大丈夫です。すっげえ初めて瓶で殴られた。ちゃんとお店の許可取ってますので、皆さん、はい、はい、ってましたけどね、はい、ドッキリ大成功。本当は逆ドッキリを大成功じゃないですよ。大成功じゃないじゃない。大成功じゃないじゃないか。成功じゃないけど。じゃあ第1回。まあまたちょっとリベンジしていきましょう。そうですね。はい。ありがとうございます。バイバーイ。さよなら。あ、これは動画化できないわ。もう意味がわからんの。っていう。やってたんですよね。やってましたね。まあ、こうやって3週目って見届けてね、今日できたんじゃないかと、はい、どうですか。改めて見てもひどいですね。木島の火が暴れるっていういや、そのアスカさん、さっきもこの前にね、撮影するときにグラス割ったりとかしてて、デフォルトでそういうことが起きるんだってことを、はい、この時はまだ知らなかった。デフォルトで割った割ってたわ。パッと当たっちゃったりとかっていうのが結構あるよね、うん、でもこれはそもそもが失敗だったから、そもそも失敗だったから、ハメツさん、そもそも失敗でした。はい、これは私だけのせいではないという。あら、そうですか。はい、マネージャーさんは鈴木さんが失礼な態度をとっても、それもドッキリの一環だと思ってるから。あー、まあね、ハメツさんと鈴木さんが喧嘩する。そうですね、そうですね、はい、全然マネージャーさん刺さってないっていうあ、なんかこれがかなと思ってたらしいです。そうですね、はい、いや、そうなんですけど、はい、割れる瓶の話をしてなかったんで、アスカさんが割ったら、ね、それはもうドッキリ成功なんです。びっくりするから、まずいや、本当にすいませんでしたそんなかってたよね。下にいいよ、しかも2つ用意してたからね。16,000円、はい、瓶を無駄にして、申し訳ございません。皆さん下がっちゃってる。下がっちゃってるな。いやいやいや、ひどいね、これは。供養できましたか、ね、いや、供養しまして、はい、次、私がドッキリをかける側の企画をやりましょう。はい、おぉ、もう一度ね、マネージャーさんに。マネージャーさんに挑みますね。でも、なんか、私のマネージャー、あ、なんかドッキリにかかっても、分かってないですそうでしょ。そうなのよ。いや、もうめっちゃ想像できて今。いやいや、なんか初めから分かってたみたいな感じで、そういう人なんですよ。私たちが言い任されそうです。確かに。じゃあターゲット変えましょう。小西さん、ここで今言っちゃったけどね。ちょっと考え、寝ときますね。そうですね、はい、じゃあこれからの目標はドッキリ上手くなろうっていう、かけられるだけじゃん。マジで、ほんまに。体をちょっとうまく仕込めるようにね。それぞれが成長していきたい、はい、そう思っておりますという感じです。はい、頑張ります。はい。はい。ありがとうございます。というわけで、この動画が良かったなと思ったら、チャンネルとグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それでは、バイバイ。